えー、それから、えー、準備書面13の方ですけど、えー、これはあ法律上の総称性について被告国のご都合主義違反というふうに書いてますが、えー、このお函館市が、函館市の存立異事件というのを根拠にですね、それが、 事故が起こったら原発で事故が起こったらそれが侵害されるということを根拠に、えー、この訴えを起こしてるわけですけれども国はあその訴えについて法律上の総称性を書くから、えー、門前払い却下せよというふうに言ってるんですね。で、えー、ここで法律上の総称性を書くというのはですね、えー、この行政事件訴訟法もそれから あの違法な行政処分がなされた時に国民が何ができるかというと一つは行政不服審査なんですで審査請求とか異議申し立てというのができますそれからもう一つは行政事件訴訟法訴訟を起こすという2、まあ、つの法律があるんで行政不服審査法と行政事件訴訟法というの2つの法律があるんですがいずれも目的はですね国民の権利利益を守るためなんですよ。でじゃあその地方自治体やら国が えー、他の行政がした処分に不服があった時に、えー、その行政不服審査や行政事件訴訟の手続きを使って不服申し立てができるかという問題があるわけです。で、えー、地方自治体や国はそれは国民じゃないだろうとだからできないという考え方もあるわけですがだけど、えー、国や地方自治体といっても 一般市人と一般の人と同じような立場もあるわけですね。例えばその、えー、原発事故が起こったら、えー、市の建物が使えなくなる。というのは普通の人が自分の家が使えなくなるというのと同じじゃないですか。そういう意味では一般市人と同じ。だから、えーえー、そ,ういうそういうことを理由にする時は、えー、行政副審、えー、査あるいは行政事件訴訟を使えるけれども一般市人が 立立ち得ない立場それは行政、えー、その国民を統治するという行政や国でしか立ち得ない立場のをそれを根拠にして、えー、行,政行政副審査や、えー、行政事件訴訟を起こせないというのが一つの理屈としてあるんですね。で国はそれを持ち出してきて、えー、その地方自治体の存立事件というのは一般市人には立ち得ない立場だから。 それをその、えー、固有の資格って法律上固有の資格っていう言い方するんですけど、えー、函館市の固有の資格に基づくものだからだからこの訴訟を起こせないということを、まあ、ずっと言ってきてるわけですこの訴訟でところが、えー、辺野古で、えー、国は何をしたかというとですね、えー、小長知事が、えー、埋め立て承認を取り消したそれに対して審査請求を起こして執行停止を取ってしまったんですねで あの埋め立て承認というのはこれは国で,国でしかありえなない立場なんですあのこういう水面要するに海ですね海は基本的に国が管理権を持ってますでしたがって、えー、普通の人が企業だとかがあるいはその他の地方自治体とかが、えー、埋め立てたいと思ったらですね、えー、県に申請して埋め立て免許というのを取らなければいけない。 で免許を取っててて初めて埋め埋立てがでできるんですねだけど国っていうのはもともとその海の管理権限を持ってますから持ってるんだけれどもただ、えー、じゃあ国が自由にできるかというできるというふうにするといろいろ弊害もあるので国が埋め立てようとする場合にも一応県知事の埋め立て承認を取らなければいけないというふうになってます。だから普通の一般市人企業が埋め立てる時には埋めめ立立ててるには免許 国が埋め立てる時には埋めめ立立ててるにはなんです小永、えー、知事はその埋め立て承認を取り消したんですね。というのはまさにその国埋め立て承認を受ける立場っていうのは国でしかありえない一般市民は絶対それはありえないそういう立場に立ちえないわけです。でその埋め立て承認を受けた立場が、えー、利益が害されたということで行政不服審査を起こして四戸手島で取ってしまったということはですねこの裁判で国ができないと言ってることを あちらではやってるわけで,すよ、ね、でこれはこれは二枚舌だろうとでもしそういうことを一方でやってるならこちらの、えー、法律上の総称性がないという主張をこれは撤回せよということを書いてます。